じゃあここで盛り付けでも。めっちゃいいよ今。めっちゃいいです。うん。これはこのまま置くのはちょっと違う。うん。ドットが可愛かったけど。一回これ開けて。うん。大胆に。にゃ。本日はピクニックをします。美味しいものいっぱい買ってきたので食べていきたいと思います、はい、マックとスタバと無印のクッキーたちとあと自家製のブドウ。農家だった。農家でした。じゃあ食べましょう。それではお手を合わせていただきます。では、はい、スターバックスはなんかもう溶けちゃったんですけど、ホイップアールグレイハニーラテみたいな新しいやつで青、うん、これは普通にスターバックスラテですよね、うん、とイチゴドーナツとシナモンロールで、こちらミスドじゃないマックのエビフィレオとハンバーガーピンセット頼みました。ピーセット。こちら。なんかよくわかんないオブジェ。あ、面白い。とあとクッキーちゃんたち。うわ、かわいい。クマ。クマちゃん。クマだよ。クマ。すぐ食べる。そしてお気に入りのこれ。これはマジで美味しくて、リンゴジャムクッキーが多分有名だと思うんですけど、これはいちごジャムクラッカーでジャムが挟まってるクッキー。これマジで美味しい。買ったのはこれです。いちご、いちご、プロネージュ、天才ビスケット、パイン&ベリーですって。とこれおすすめはいちごジャムクラッカー。天才ってことは、うん、天才になれる？そう思うとこ。自家製のどう？自家製だからさ、はい、アリンコちゃんがいっぱい来るよね、美味しいから。確かに、まだ今のところ大丈夫じゃん。こんなラインナップになっております。はい、よしよし、食べるぞ。多分死んじゃう。死にます。脱水、熱中症。熱中症、うん、子供たちがいっぱい虫取りしてお願いだから虫を呼び寄せないでくれ、こっちに。よし、もうだ食べようっとあ、うまっ。なんかめっちゃから食べます。何
ハンバーガーでしょう。はい、失礼しました。ミカリンはキッズ、キッズ。私はマックでは絶対エビフィレオなんで。エビフィレオ、エビだったっけ。確かにもっとエビが好きなだけですね。行きますよ。あっ。アウトよ今。あ今アウト。このプッシュ高いのね。それいい色だね。うわ。タイガー。食った食った。もうお腹いっぱいだな。これで今日のピクニックは終わります。ゆるゆるすぎるピクニック動画だったんですけど、よかったら何かのお供に見てください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。インスタグラム、TikTok もやってありますので、そちらの方のフォローもお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。